モネネは絶対に鳴らしてはいけないしりとりをやってみたー。はい、どうということでね、静かにしてくれてありがとうございます。メンバーは口にハーモニカを加えたまま、ガチで加えたすんな、加えないで全部それ全部加えられんから。メンバーは口にハーモニカを加えたまま、シリ、はい、の読み上げ機能を使って、うん、音声しりとりをしていきますと。やだ、はい、と。で、まあハーモニカは絶対に鳴らしていけないってルールで、鳴らした人はうちのスタッフもレンにね、ハリセンで叩かれるという罰ゲームがあります。鳴らしてみて、鳴らしてみて、どんな感じ、どんな感じ。痛そうか。まず音いいな。いた。ガチの痛すぎて何もリアクションできない。ハウからやっていきます。いくよ。はい。やあ、僕はハウ。今日は朝ごはん丼だったんだけど、お前の朝ごはん丼なの？疑問符？うん。そうだよ。マジか、俺は。ラーメンほんまかいな。疑問符ってことは答えますね。せーの、クラウド、ハリネズミタウト。何疑問符って。しかも自己紹介長すぎる。皆さんどうもこんにちは、こんばんは。自然いっぱい、空気が美味しい、長野の大自然で生まれて早20年。ウザーのベッドリーガレスって、ケレ、ユウサクちゃんだよ。これむずいな。これテクニック必要だわ。キシーキソータのスワンキトレーニング。どうも東京都出身のおもしゅんぴです。マジでやめろよ。はじめまして、おっぱい。はい、じゃあ千葉ちゃんお願いします。とイントネーション、うまいことやってくんないね。ダンスボーカルグループ。
名で、はい、人物名しりとりをやっていきたいと思います。俺からあ、じゃあいつもじゃあトイキングの部から行こう。なんでトイキングの部からいくよ。具志堅用だかタカタカタカできんだタカの方で出た陽光なんだ陽光なんだよお前が具志堅出るとは思わなかったお、何やってんのマジで。お最強にアホやん。ようこそ東京ディズニーランドへ。東京ディズニーリゾートヘイトは言わないでしょ。まあ、そこで持っていくだよ。どうやってやってんのそれ。今、さっくんの番じゃねえから。はい、じゃあというわけで、ここから最終戦、フリートークで、フリースタイルで手裏合戦ということでね、やっていきたいと思います。よいしょ。なんか浮かんだらそれを書いて、準備が整ったら手を挙げる、うん、で、連に呼ばれたら流すと。はいはいはい。いやいや、シリの読み上げ。ある日コンビニに行って弁当を買いました。唐揚げがたくさん入っておりました。サラダも買って、コーラも買いました。そう、これが妻との出会いです。腹でも出てる。腹でも出てる。